道人身事故ニュース速報です。2022年3月24日7時7分頃、小田急小田原線の海老名駅で人身事故が発生した模様です。小田急小田原線での人身事故は今年5件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。